はい、原付のリアライト溶けたという話ね。原付のリアライト溶けた、まあ原付乗ってましてですね、買った時にね、なんかこう自分でですねライトを変えたのか、あるいは店の人が変えたのかよくわかんないけども、純正のねライトじゃなくて、なんかこう海外製のライトをつけてたんですね。うん。で、後部のライト、後ろのライト、バックライトというか、まあリアライトっていうんですかね。それ赤いランプね、それがですね海外製のものだったんですね。で、まあいいやと思ってバーって走ってたらですね、ちょっとね原付乗り始めるから2、3年してからですかね。なんか警察官に止められてですね、バーって警察官原付が来てですね、ちょっと待ってって言って、で私バーって待って、別に何もね違反とかしてる速度も出てないし、なんか違反してるわけでもないから、なんだろうなと思ったら、これ君ライトどうしたんだって言って、って言って、これなんかライトがねむき出しになってるそうみたいなこと言われたわけね。で、パッて見たらですね、後ろ見たら、そのリアライト、赤いライトはその中にね電球が入っていて、外側に赤いプラスチックのカバーがしてあって、それで赤く見えるという仕組みなんだけども、そのね赤いカバー、外側のカバーがですねなんか溶けてるわけ。しかもライトを中心にして穴が開くみたいな、そういう溶け方をしてるわけね。と思って、でびっくりしちゃって、でこれ整備不良だぞみたいなこと言われて、そこでね違反切符を切られたのか切られてないのかよく分かりません。そう、覚えてない。まあ違反金もですね、そんなに安いとは思うんだけど、ちょっとね本当にね記憶なくって、それで整備不良で違反金を取られたか取られてないかよく分かりません。で、まあすいませんねみたいなこと言って、いや気づかなかったんですよみたいなこと言って、でじゃあまあなんか言っていいよみたいなこと言われて、それ切符切られたかどうか分かんないけども、まあいいよみたいなこと言われて、って私は思ってですね、これ溶けたままですけどみたいなこと言ったんだけど、まあいい、これが帰るだけだろうみたいなこと言われて、まあそうですけどって言って、でまあ修理はね、帰ったら明日にでも行くんだぞみたいなこと言われて、でそこでまあ帰りました。結構ね自宅から距離あったんだけども、なんかねそ乗って帰っていいみたいなこと言われて、ですからね、まあありがたいことはありがたいんだけども、ちょっと矛盾してるかなと思いましたよね。整備不良で赤いランプがこの見えにくくなってるわけだよね。普通のランプが直にむき出しちゃってるわけで、赤と認識できないわけですから、危ないことは危ないんですよね、後ろから来た車とかが。でもその警察官は、まあ、このまま帰っていいよっていうわけですよ。だから押して帰るにはちょっと遠すぎる距離なんで、厳密に言えばそこ止めてですね電車で帰れってことなんですよね、危ないから。でもまあバイク止めるような場所もないですし、それなんか道端とかに止めたらそれはそれで違反になっちゃうだろうし、うん、だからまあね、ありがたいことはありがたいんだけども、まあ、それはありなのかなみたいなことはねちょっと疑問に思いましたね。